市販のつけまつげ毛先に装飾のある、つけまつげつけまつげは、化粧の一種。まつげを強調するために、人工のまつげをつけること。また、その人工のまつげそのものを指す。略して、つけま。まぶたのカーブに沿うような曲線上のごく細いゴムや、プラスチックで作られた軸に毛が植毛してある。軸に接着剤を塗り、まつげの生え際に接着して使う。 市販のつけまつげは、上まぶた用で左右セットになったものが多いが、下まぶた用のもの、部分用の短いものも売られている。日本で美容整形の一環として、初の記録が確認できるのは、医学博士の内田構造によって、目を大きく見せる方法として、まつげを特殊な糊を使って二重まぶたの二重のシワに挟み込む方法が1931年に発表されている。 商品としては、浅草の芸者が自分の髪の毛を使用して一本に一本丁寧に編み上げて手作りしていたのを手本に、1947年にコージー本舗が初めて商品として発売している。つけまつげを一旦目に合わせ、目の幅に合うように目尻側をカットする。必要があれば、ビューラーでカールさせたり、長さの調節を行う。アイライン、アイシャドウ、マスカラなどの化粧を行う。 つけまつげの軸を目のカーブに合うように曲げる。軸に接着剤を塗る。元のまつげの生え際のすぐ上につけまつげを接着する。つけまつげの軸が目立たないよう、アイライナーやアイシャドウを塗って馴染ませる。必要があれば、つけまつげにもマスカラを塗布する。取り外すときは、端から軽く引いて剥がす。軸から接着剤を剥がし、汚れを取り、ケースなどに保管する。 製品の種類、使い方にも夜が20から30回繰り返し使用可能である。ありがとうございます。